はいえー、皆さんこんにちはえー、レック専任講師の吉澤ですえー、民訴法第四回始めます今日のお一足はこちらはい読みます被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わずその他何らの防御の方法をも提出しない場合において原告の請求を任用するときは判決の言い渡しは判決書きの原本に基づかないですることができるはい丸かばつか、えー、正誤判断どうぞ はい、えー、答えは、○でございます。えー、こちら、平成24年第5問、いなしです。判決の言い渡し方法についての問題ですね。まず、原則論から見てみましょう。民事訴訟法の252条でございます。こちら、短い条文です。判決の言い渡しは、判決書きの原本に基づいてする。とありますね。ただ、例外的にですね、 まあ、当事者間に争いがないと評価できるような事件についてはですね迅速に判決の言い渡しを受けることができるようにした方が良いということで一定の場合に長所判決なるものが可能とされております。次の次のの条条文です条ですすねはいこれ見ておきまましょう、ま、ず1項から 次に掲げる場合、はい、1号2号に掲げる場合において、えー、原告の請求を任用するときは判決の言い渡しは第252条の規定にかかわらずさっき読んだ条文ですね、にかかわらず判決書きの原本に基づかないですることができる。 でえどんな場合にできるのかということで、えー、1号、2号とありますがまず1号ですね被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わずその他何らの防御の方法も提出しない場合、はいえー、本文はこの1号がですね問われていたわけですがあついでに2号を見ておきましょうこちらもねできれば押さえておいてください被告が公示送達による呼び出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合。 はい、ただ、この括弧の中注意ですね被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合すなわち陳述犠牲の場合ですねを除くということでこの括弧内に注意しつつ1号、2号をですね共に押さえておいていただければと思います。なぜここれ判決ととといいううかの2項ですね を見れればわかるんですけれども全項,項の規定により判決の言い渡しをした時は裁判所は判決書きの作成に書いて裁判所書記官に当事者および法定代理人主文請求並びに理由の要旨を判決の言い渡しをした口頭弁論期日の長書に記載させなければならない聴に記載させるとはいだから長書判決というふうにですね、えー、表現するわけで、えー、ございます。 はいえではあですね少しだけ広げておきますと先ほど見ましたはいこの二百五十四条のですね一個の一号または二号をですね一号または二号はいこの要件を満たさなくても調書判決ができる場合がありますはいどんな場合ですかすぐポンと出てきますか。 はい、答え、簡易裁判所における少額訴訟の場合ですね。はい、少額訴訟においては、通常の簡易裁判所の手続き以上に、簡易迅速性が徹底されている、えー、ということでございます。はい、以上、民事訴訟法第4回でした。